これでサポーターはな、あれサポーターっていうか、膝とかに衝撃受けないようにするクッションみたいな入ってるやつなんですけど、まあその今度の、ブースティー祭りの時に、まあ、私はあれなんだけど、その他のメンバーがそのちょっと結構激しめのダンスをするんですよね。その時に膝が結構その痛いみたいな感じだったから、ヨッピさんが気を利かせて、こう何個か膝にそういう当てられるクッションみたいな入ったサポーターみたいなのを買ってきてくれてたの。でもいざその曲をじゃあちょっと今日やりますよってなった時に、ヨッピさんがこうその曲出るメンバーとかに「これつける?」みたいな感じに持ってたけど、みんな誰もあんまつけなかったの、ほぼつけなかったの。ヨッピさんがなんか「ええー」みたいな顔してたから、私と渋いで じゃあ私たちがつけますっつって その曲出ないのに、その曲出ないのに私と渋い、じゃあなんかヨッピさん悲しそうだから、じゃあうちらがつけるわっつって、うちらがつけて 遊んでたっていうんだっけ なんか全然怪我もしてないし、別に特に何もなくっていう ただただヨッピさんが寂しそうだったからちょっとつけてみたっていう、ただのそんだけの話なのよ。だからなんか別に大したあれじゃない 大した話じゃないんだよね。ほんと、いや、怪我だと思った人はマジごめんって感じ。全然そんなことない。分かった、じゃあヨッピさんにうちらがつけるけんっつって なんでお前がつけるんだよって言われない。だって寂しそうな顔してるからじゃないですかっつって。そう。つけてない。すごいの。なんかね、2.5ミリ、じゃあ2.5センチぐらい厚みがあって、もうね、すごい、もうふかふか。そう、全然怪我しなそうだった。すごかったです。はい、そんだけの話です。特に別に大した話じゃないんだよね。この長い毛切りたいな。これなんだろう。伸びちゃったのかな。ここだけ切り忘れかな。おお、びっくりした。エイカさん待ってたよ、ありがとうございます。リファの子、あ、そうだ、リファの子もね、ファンの方が送ってくれたんですよ、なんと。しかも2色 2色来ました、金とピンク。嬉しい。どっちもね、持ち歩いてる。ありがとう。タモちゃん、オオカミありがとう。そう、めっちゃ可愛い。どっちもピンクと金が届きました。嬉しい、ありがとう。なんかまつげがまた下がってきた。そんなことないよね。もう下がるなんてないよね。でもそう、 NGT さんも今回いらっしゃるじゃないですか。私 NGT さんのさ2期生受けてたからさ、やっぱ曲結構さ知っててさ嬉しいんだよね。 NGT さんの曲結構好きな曲多くて、個人的にシャーベットピンクとかめっちゃ好きなんだよね。だからシャーベットピンク見たいよね。あ、そう、オルトコハートのやつ。そう、あ、そう、私 NGT さんの2期生受けて書類落ちです そう、結構何回も言ってるんですけど、 NGT さんの2期生と NMB さんの6期生受けて、どっちも書類落ちしてるんですよね、実は。え、そう、結構売ってるんだけどね、いろんなとこで。配信でめっちゃ売ってる。そう。自然渋滞っていう NGT さん2期曲めっちゃおすすめ。あ、そうなんだ。初めて聞く曲かも。あんまそのなんか、表題は結構知ってるけど、カップリングとかあんま知らないんだよね。そう、でも表題で言うと、シャーベットピンクめっちゃ好きだし、なんだっけ、世界の人へとかもめっちゃ好きかな。
かったら苦手。いやその時はもうとりあえず48グループ大好きで48グループに入りたかったから、あのもう親に何も言わずにどっちも受けた。その HKT はセミナーに行ったから、あの言ったんですけど、もちろん。そう、いやでも確かにその時の写真全然可愛くないんだよね。NGT さんも NMB さんの時に送った写真どっちも全然可愛くないのよ。でも今考えると確かになんか自分のキャラ的に HKT が一番合うのかなって今めっちゃ思う。そう、まあでも AKB さんとかもやっぱ受けてみたかったなっていう気持ちはあるかな。やっぱさ一番最初の入りは AKB さんだし、私がアイドルもやっぱもう一回なりたいなってもう一回思ったのがやっぱチーム8だったから、だからまあ AKB さんもしくはチーム8は一回は受けてみたいなと思ったね。まあでも結果的にも HKT ですごい楽しいし一番近いし一番良かったんじゃないかなってなんだかんだ結果的にって思うね。シャーベットピンクみたいな、私ね藤崎美優さんめっちゃ好きなんだよね。そのシャーベットピンクのセンターの子なんですけど、あの方はドラフト生の方かな、ドラさんかな。そう、あの方めっちゃ好きなんですよね。インスタフォローしてる。チームメイトはね、私がみあの受けようと思った時にはもう大分埋まってたからさ、大分公園行った時にはもうね京香さん入ってたし。そう、シャーベットピンクみたいな。似合ってるスカートの色、そよ風に裾翻る返し、可愛すぎる人と待ち合わせたサマーデイ。京香ちゃん先輩なんですよ。ね、京香ちゃんとか言ってますけど、まあでもね、インスタ交換してるんで。交換っていう言い方もあれなんだけど、フォローしたらフォロー返してくれたぐらいなんですけど。そう。そう、シャーベットピンクめっちゃ好きなの、私マジで。今でも聞くぐらいめっちゃ好きなの。あとね、ほんとだから世界の人やとか。あの、世界の人よ、共に歌おう。願いのすべてこの歌に込めて、手と手つなげば語り合えるんだ。みんな一緒に幸せになろう。知ってる？この曲もめっちゃ好きなんだ。だから見たいシンプルに見たい。オタクオタ心が出ちゃう。あとあれも好き、何かがいるよとかも好き。何かがいるよのやつ。ドキドキが暴れてる、うんうんうん、君のこと見ていた。アクスキーどれ買ってきたよろしい。何個買ってくれるの。髪結んでるか渋いじゃん。でも渋いも最近髪の毛切りたかったらしいよ。しかも私と私が今やってる長さと同じぐらいに切りたかったらしくて、でもリナが切ったから切ったら同じになっちゃうって言って切れないのか分かんない。切ればいいじゃんって言ったけど、同じぐらい長さに切りたかったらしいめっちゃおもろいよな同じやつがまたそう、でもね、そう今日ね、ココッペに今日しようか、ココッペって言ってこうギューってしたら、なんか渋井ちゃんかと思いましたってマジ最近めっちゃやっぱ思うらしい。渋井ちゃんマジでめっちゃ渋いに見えるらしい。
メラニー全然言われる。メンバーにも言われる。身長もそうね、同じぐらいかな大体。てかフェスあるし、ネイル、ネイルどうにかしなきゃ。ユエルさんとかね、似てるかな。私ユエルさんとかね、似てるって思ったことあんまないかも。なんかギャルっぽいとこぐらいしかって感じだな。カメコしてても時々見間違う。なんでだろうね。めっちゃ元気。まあまあ。空き家とりあえず売ってるやつ5つ。え、そんな全部買ってくれるの？いや、いや。ノリは似てるかもね。ノリはね、変なことばっかしてるから。でもなんか可愛い、マジ妹みたいな感じ。今やっぱさ、妹とかとさ、なかなかそんなすぐに会うことないからさ、最近だからマジで妹みたいな感じ。ご飯みんな可愛い、みんな妹みたい。本日誕生日おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアトミさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。大阪に移住したトミさん、おめでとう。 TikTok 心配事1万再生、あ、本当？ありがとうございます。パテドラで目で追ってたら CM だった。うわ、浮気だ浮気。言いたいだけ、浮気だ浮気。今日トリの見学見に見学してきました。あ、本当？いいな、私も行ってみたいんだよね、練習見学。まあでも私が行ったらなんか邪魔になりそうだから行かないけど。なんかいつか行ってみたいな。シーズン終わったらなんか練習とか私もやってみたい。MC 稲ちゃん中心になってる。そんな時あったっけ。そんな私が中心なら MC あるかな。ラムネタバレないから助かる。なんだこら。助かるって。リフティング、じゃあリフティングじゃなくて、もう普通になんか練習、いつもやってる練習を私も体験してみたい。やっぱなんかやってみないとわからない苦労ってあるじゃないですか。だって結局さ、サポーターとかさ、うち私もそうだけどさ、やっぱ試合見てさ、こうどうこう言うことしかできないというかさ、応援するしかできないじゃん。だからこそなんか私も練習、私もしたい。なんかだからその全部 ずっと全部は無理だから、なんかその腕立て50回とかやったらなんかね、10回だけみたいな。そうみたいな、なんかプチ体験みたいな感じのをやって、なんかその日頃のこう苦労というか頑張りみたいなのを私も肌で体験したい。まあもともと運動部ですからちょっとだけ頑張りたい。やばいだろって練習見た時に声は出さないけど、なんか邪魔じゃない？宣伝部見に来るってなんか嫌じゃない？静岡練習ない、そうだよね。だからその私だけなんかキックオフとかの収録でないかな、なんか
練習体験してみたみたいな。ゴールキーパー体験やってみたいな、確かに。今日新潟かかったの気分。本当おめでとうだね。キャンプ取材、いや無理だと思う。キャンプ取材はさすがにじゃない。どこでキャンプやってるの、そもそも。なんか野球がどこだ、宮崎みたいなのはなんかよくテレビとかで聞く気がするけど。 PK 対決いいね。鹿児島か。いや鹿児島まで私は連れていかないと思うな。あ宮崎、あれどっちだ、鹿児島だったり宮崎だったりってこと。あ沖縄とかもあるの、宮崎。なんか野球はね、勝手になんか私宮崎のイメージあるんだよね。キーパーのアイスホッケー並みのボブスなんかあれみたいになりそう。私がさ、その実際の選手のさシュートとか受けたらさ、稲妻イレブンみたいにさ、うわーとか言って吹っ飛びそうじゃないありえるくないめっちゃ稲妻イレブン、実写版稲妻イレブンみたいになりそうじゃない選手のシュートさ、威力強すぎてさ、うわーみたいなで絶対なりそうじゃない。その後痛いって言って、なんかそのなんかそのなんかさ、ギリギリに蹴られるとさ無理だから、こうなんかさ自分本体にさ蹴ってもらえばさ、こうまあ止めるみたいなできるけどさ、多分止められないじゃん絶対。威力的にキューンってなるじゃん、キャンバターンってなりそう。いやもう稲妻イレブン目指して頑張るわ。私も遠藤守になる。私だってサッカー稲妻イレブンしか知らないもん。ブルーロック見てないし、そうブルーロック見てないし、稲妻イレブンキャプテン翼見てないし、稲妻が実写だって。ボール蹴ったら3回蹴ったら足使えなくなるんだっけ、死ぬんだっけ、あるよね。だってボールと稲ちゃんが一緒にゴール入ってネット突き破れるんじゃない、稲入れだったら突き破ってると思う多分。ビビ君、え、ビビ君ってキーパーなの。そうだから私は稲妻イレブンしか分かんないから、ちょっと稲妻イレブンマジで、私も稲妻イレブン見ようかな。ちょっと待って、あるかな、アマプラとか。アマプラで昨日ね、もうなんか寝ながらね映画を見た。もう流し見みたいな感じで。稲妻、お、あ無料体験か、フットボールフロンティア編無料体験か。オリオンの刻印なら見れるけど、オリオンの刻印ってなんだ。私あれ見たいのに、天国と地獄のやつ見たいのに、ダメだ、アマプラ見れないわ。ネットフリ入ってないんだよね。ネットフリっていくらぐらいだっけ、月。ネットフリ、あ790円か。でも広告いらないから990円がいいな。
とりあえず家族が誰か入ってないか聞いてみる。ユネクスト入ってないな。ゴーエンジ君、ゴーエンジ君ともう一人誰だっけ、あのなんかちょっと坊主っぽい、赤い坊主っぽい人、一緒になんかあれするやつ。え、ネトフリ、ネトフリってさ見れる、あのイナズマイレブン。誰かちょっとネトフリ入ってる人見てみてくない。アマプラ無理だった。ダゾーンじゃまあ見れんもんな多分。これ以上私こういうの入るともうちょっとお金が、お金が、染岡くんか、昨日はね、僕は昨日の君とデートする、一回見たことあるんだけど、それ見た。そしてバトンはつながれた、もう見たかな。ネットフリ見れないか、マジか。うん、そう、でもね、なんかめっちゃね感動したの。僕は昨日の君とデートする、めっちゃ感動したんだけど、でも私アホだから途中からなんか、ん、どういうことどういうこと、え、じゃあ彼女は明日、え、ん、どういうこと、ん、ん、みたいな思って、結局なんか最終的によくは感動したけどよくわかんないで終わっちゃったいや、わかるんだけど、意味は、言ってることはわかるんだけど、その私結構ちゃんと考えちゃう人だから、え、じゃあってことは、じゃあ明日この女の子はこのことと、このこと、た、ん、ん、みたいなめっちゃ、え、2回目なのこれしか見るの、多分1回も同じこと思ってて、いや、わかるんだよ、言いたいことはわかるんだけど、めっちゃ、だから要するにこう時間軸がこうなって、まあごめんね、見てない人、見てなかったごめんね、こう時間軸がこうなるわけよ。そうそうそう、しかもさ彼女多分さあれだよね、いや、5歳の時にさ助けられるってことは、多分さ40年しかあの人生きてないってことだよね。そんなことないか、誰が出てる、誰が出てるっけ、あれ石原さとみさんじゃなくて、あ、まあ、それはそしてバトンの方か。なんかね、こうなってるから、それでその5年に1回会えるわけよ、その2人は。で、でその35歳と5歳の時、30歳と10歳の時、ん、35と5、ん、まあそんな感じで、まあでもそれで20歳の時がたまたまそれが一緒に会える時、5年に一度会えるの、5年に一度の1ヶ月間、30日間だけ会えるんだけど、その20歳の1ヶ月だけその時が交差する時で会えるんだけど、その彼氏は普通に進んでるのなんだけど、彼女は別の世界の人だから会ってるんだけどね、会ってるんだけど、そう、パラドックスになると思うじゃん。でもパラドックスになってないから頭の中が混乱するのよ。パラドックスって会えないはずじゃん。でも会えてんの、その別の世界から来た人だな。だからその彼氏はこう進んでんだけど、彼女はこう進んでんのよ。だから、だから彼氏が初めてその女の子に告白した時は、彼女の世界ではもう彼氏と次会えなくなる日なのよ。で、彼氏の2日目は彼女の世界ではもう会えてないの。でも彼氏の世界では、ん？だからこうなっちゃうの、わかる？全然わかんなくて、まあでもなんか彼女が泣いてる理由とか分かったの。結構私泣き虫っていうのだから、こう例えばなんかその彼氏が、その彼女が美容師さんだから髪の毛切ってもらうの。その時になんか彼女のことを呼び捨てで呼ぶのよ、初めて名前で。そう、エミって、そしたら呼び捨て初めて呼んじゃったみたいな。そしたら彼女が泣くのよ。そうで、でまた泣いてるみたいな彼氏は言うんだけど、彼女的には時が逆に進んでるわけだから、その呼び捨てで呼ばれた時が最後の呼び捨てだったの。だからもう彼女にとって次の日にはエミちゃんに戻っちゃってるのよ。彼氏は今後もあのその彼女とのお別れまでエミって呼ぶんだけど、彼女の次の日にちょっとエミちゃんになっちゃうのよ多分。私初めてこう手をつなぐとか
だから彼氏が初めてあの電車まで お見送りするときに手をつなぐので、それでなんか初めて手をつないじゃったときに彼女が泣いちゃうので、彼氏的には嬉しかったのかなってそう思うんだけど、彼女的にはそう、彼女はもうその手をつなぐのが最後の手をつなぐやつだったの、彼女的には。そうだから彼氏の方はどんどん普通にどんどんこう進展していってるって思うけど、彼女は過去の彼氏に聞き、過去のその大人になった彼氏から聞いておいた情報をメモってて、そのメモにのっとって彼氏に不自然にならないように振る舞ってたみたいな感じ。そうそう、だからめっちゃ複雑で、考えれば考えるほどうんっていう。僕は明日昨日の君とデートするです。出川さんうちはありがとうございます。そうそう、だから彼氏にとって初めてが彼女にとって最後なの。だからそうそうそう、なんかこうなってるからっていうのをなんか考えてたら、なんかよく分かんなくなってきて、途中で眠くなっちゃった。泣きながらなんか分かるのよ、その彼女が泣いてる理由とか。もう悲しいじゃん、だって多分次の日はもうでき手をつなげないとかさ。そうだからさ、なんか悲しいからめっちゃ私は泣くんだけど、結構そういうとこ感受性豊かだし泣くんだけど、でも頭の中ではずっとハテナがめっちゃどんどん増えていくっていう。んえ、じゃあ次の日彼女は、えでもだってでも彼女でも知らないふりしてるとはいえ手もつないでるし名前も呼び捨てで呼ばれてるよね、んどういうことみたいな一人で頭の中でずっと考えて夜んんんみたいなってなってた。でその次、そしてバトンは渡された、つながれたみたいなやつは最後の方寝ちゃって、でもめっちゃいい話だなって思った。見てみてほしい、これは。なんだっけ、そしてバトンはつながれた、そしてバトンは渡されただ。そう、これは結構私好きでしたね、話的に。見たことある、いやこれ何話とかじゃない、そう結構難しかった。見てみたくなったの鼻血が出て、なんでだよ鼻ほじってたでしょ絶対。いないで YouTube の公式チャンネルも、えマジ本当に天才じゃないそれ。そうでもなんかね、おすすめみたいな、あなたへのおすすめとか高評価の映画でなんかめっちゃいろいろ出てくるから、なんか見てみたいんだよね。余命10年とか見ようかな。金の国水の国っていうやつもなんかちょっと気になってるんだよね。鏡の古城はね普通に面白かったな。思いを回り振り振られ、でもなんかさ結構辛くなっちゃうからさ、こういうの見すぎるとさ。そう、中学生日記って面白いのかな、これ。中学生だ、中男子中学生に心惹かれている女子高生、女子教師の禁断の恋。わお。しかも既婚者が婚約者がいながらも、まさかの。そんなことある。あ、これ見たいやつだ。王様に塞ぐ薬指。これちょっと気になってたやつだ。私ドラマ基本見れない。え、掛け狂い見れるじゃん。あ、でもメアリちゃんの方か、これ。逃げ恥も見たことないんだよね。孤独のグルメはまあ、いつでも好きだから。え、待って、嘘やん。待って、やばい。トリリオンゲーム見れるんだけど、私これね、めっちゃね、これ言っちゃダメなんだけど、TikTok でめっちゃ流れてきててさ、すげえ気になってたんだよね。今田美桜さん、バチ可愛くない？中学生人気見たことないの？私ね、基本的に見たことないの、そういうの。ドラマとかなんか次が気になりすぎちゃうから見れないんだよね。え、
トリリオンゲームこれめっちゃ見たかったんだよね。めっちゃ気になってたんだよ。カホコのカホコは多分見るときつくなっちゃうから見ない。多分心が苦しくなっちゃう。マジ待って、これ見れるの結構大きいかも。私の中で嬉しいわマジやば。ちょっと楽しみ、トリリオン見よう。そう、なんか今田美桜さんがあのキャバクラの、キャバクラじゃない、ホストクラブかなに、そのなんかあの役で行って、私に合うお酒はどっちだ、お酒、私に合うお酒を出せるのはどっちかしらみたいな言ってるシーンのやつが出てきてて、そのシーンめっちゃ好きで、みたいな、これ面白そうって思ってたから。漫画は見ないね。前ジャンプとマガジンパパが買ってたの見てたぐらい。メメ、メメって誰？地面師見てないです。なんか結構グロいって聞いたから、私グロいの無理なのよ。私もその場所が痛くなっちゃうから。目黒蓮さん、あー、え、わかんない。そうなの？でもなんかコメントでさっきからちょこちょこ来てたから、そうなんじゃないかな。私ね、本当にあのね、これ嘘だと思うかもしれないけど、ドラマも見ないしテレビも見ないから、私あのマジで俳優さんとか女優さんの名前マジで分かんないの。本当にみんながさ、こう誰々かが出てるドラマ見たとか言ってるの本当に分かんないの。誰っていう、誰とか言ったら失礼、私のことも、私こそ誰なんですけど、本当にすいませんって感じなんだけど、分かんないんだよね。その聞いたことあっても顔どれか分からないとか結構あるんだよね。でも世間知らずだなって思って、最近それが、ニュースとかもちゃんと見ないといけないなと思って、これを機にこうテレビを見る習慣をつけようかなって思いました。誰なのか、だから今田美桜さんとかはなんだっけ、あのなんだっけ、映画で見たから、それこそネットフリで見た映画で出てて、なんだっけ、ツインテール、高めツインテールの前髪でこだししてる時のの今田美桜さん、それこそなんか恋愛系だった気がする。あ、出てこない。そう、それ見たから、早見奈美さん大好き、あの君の膵臓を食べたい大好きだから、だから早見奈美さんめっちゃ好き。その時の浜南さんと北村匠海さんのフェアが好き。あそこ二人青春めっちゃ合うって思った。桑原さんはあれでしょ、あのマインちゃんでしょ、パパがめっちゃ好きだった。花より男子、あ、じゃあそれじゃないわ、三年組じゃない。え、だから思い思われフリフリ見たいんだけど、なんかそのさ説明文みたいなじゃ、下にさ、タイトルの下にさ、なんかこう、あらすじみたいな。あらすじ見ると結構なんかしんどくなりそうだなと思って。そこで結構私判断するんだよ。あ、花のチャレ、そうそうそう、今田美桜さんの花のチャレで見た。フリフラは正直見ない。なんで？でもそのペアが、そこペアが好きだから見たいんだけど、ただ、あらすじ見る感じ結構やみそうだなと思って、私結構そういうのに左右されちゃうから。自分で首を絞めに行くことなんてしなくていいかなと思ってそう、今田美桜さん27歳なの？本当に？え、でもひながだからね、今田美桜さんめっちゃ好きなの、ごとひなのが。そのペアが好きなんだけど、ああそうでもなかったんだ。あ、でも逆にじゃあ見れるかも。ひなちゃんに今田美桜さんの髪型、そうそう、ひながめっちゃ憧れて、その髪型なんだっけ、あの浴衣かなんかのニコ生かなんかの時にひながその髪型してた気がする。うん、福岡出身ですよね。
前田美桜さん可愛いよね。あんな目クリックリなことある？それ可愛いよね。浴衣で握手会の時か、なんかでも浴衣の時にやってたのはめっちゃ覚えてるのよ。高めツインでみたいなの。そう、確かに。でもめっちゃ可愛いなと思った。私もそれ見てそりゃ可愛いってなるわって。はい、みなみちゃんのカレンダーのお渡し会可愛すぎて破裂。え、そんなこと、そんなの言ったことあんの？強っ。え、抽選当たったってこと？ちょっと今髪短くなったから、ね、高めついてる一時期できないからね。前日くらいから絶対するって聞こえてた。さすが高めついできないのよりな。今髪に短いね、なんかあのモンスターズインクの女の子みたいになっちゃうから。私でもなんかね、前ね同級生に勧められて見たやつがめっちゃしんどかった。え、結構なんかその描写的にも割と大人な感じだったんだけど、言ったことある気がするんだよね、これ。あ、でもこれ今アマプラ見れなくなってるわ。前見れたんだけど、え、これ結構あの描写的に結構大人な感じだから、そうあれなんだけど、海を感じる時っていう映画、結構なんかこれはね、あのなんていうの、自己肯定感高い人じゃないと結構見たらやむ気がする。多分あとそういう描写が、あのちょっと大人の描写が苦手な人はあの見ちゃダメこれ。結構ちゃんとガッツリ出てきます。みなみちゃんに透明感すごすぎて見えませんって言ったら苦笑いされた。やめなさいそういうのを。はい、みなみさんにやるのはみんなだけにしときなさい。いや、グロの方じゃなくてちょっと大人な感じ、あのもうマッパですみたいな感じ全然出てくる。そう、でもなんかめっちゃ自己肯定感削られる。なんか最後の終わり方もはっきりなんかスンって綺麗に終わるわけじゃないの。うん、だからなんか結構うってくるというか。そう、まあでも私もいい大人ですから、別にそんな描写見たとってなんかそんななんかふんぐらいですけど、そうなんか「へえ見れない」とかないし、別に全然あ、そう、あ、はいはいはいぐらいだし、そんなあれですけど、まあ気になる人は見てみてください。で結構モヤっとする感じの、なんだろう、やっぱすなんかあすっきりとはならないです。なんかあ、まあこの子はそういう選択をしたんだっていう感じ。そう、まあだからなんかいろんなこう、あ、別になんか死んだりとかないですけど、そうそうそう、意外に映画いっぱい見てる。どうなんだ、でも意外でも見てないと思う。みんながどんどん言ってったら意外と見てないなってなると思う。メンバーと映画ほとんどない。聖とコナン行ったっきりだと思う。私そもそも映画を見に行かないんですよ。マジコナンぐらい見て、映画なら任せて。マジ、任せようかな。じゃあちょっと今度お気に入りの映画をオンラインとかで聞こうかな。ここで言わないで、オンラインでってラブ系かサスペンス系、それで言うとラブ系かな。うん、サスペンスとかって結構血とか出てきたりするじゃん、あと怖かったりするじゃん描写が。それが私苦手なんだよね。なんか家の中とかのそういう怖い描写だと関係ないのに怖くなっちゃうの、勝手に自分で家が。そうかな、だから見に行かないじゃなくて見ないね、サスペンス系は。
でも言うてラブも病んでる時になんか結構つらい、私かその感情が全部入ってきちゃう人だから、あのなんていうの、別に共感とか関係なく、その自分の状況、今の状況とか関係なく、例えばその主人公がライバルが現れちゃって、その取られて悲しんでる時とかめっちゃ胸が苦しくなるの。だから勝手に病むの。だから病んでる時に見ると余計病むのだから恋愛とかのはあらすじ見て、あらかじめ自分で自衛する、あこのレベルだったらいけそうだなとか、あでもこの書き方的にちょっといざこざが起きそうだからあんまり 見たら多分ダメだなとか、自分の中でこうスパンスパンって切ってるとか、あと TikTok とかでさやっぱちょっと流れてきちゃうじゃん、そういうのでめっちゃ気になったら見るけど、そうじゃなかったらあんま見ないかな。言うて猫鳥さん結婚してありがとうございます。無理です。ハンド全力、はいはい出てたね、確かに。やっぱ辛くない、なんかその主人公が悲しんでるの見るの結構辛くない。あホラーも絶対見ないです、私ホラーはマジ無理。ホラー見たら一人でお風呂入れなくなっちゃう、リアルに。だから本当に無理なのよ、弱っちい女なの、こう見えて、こう見えてダサダサ女なんですよ私。最近見たいが馬娘、いいね。君の相葉が、そう私今でもハマってるもん、私趣味がないのであんまり、まあ、料理って別にさ趣味っちゃ趣味だけど生活の一部っちゃ一部じゃん。だからなんか趣味っていう趣味が欲しくて、映画とか趣味にしようかなとか思ったよね。あとなんかそのさサスペンスとかなんか言われてもあんまりなんかどういう系かちゃんと分かってないんだよね。ホラーとか分かるよ、ラブとかさ、ラブコメって言ったらラブコメディーだからちょっと面白い感じになっちゃうんだよね。インサイドヘッドみたい、インサイドヘッドちょっとだけ見たんだよな。いやサッカー観戦は趣味なんだけどさ、毎日できるかって言ったらまた別じゃない？毎日できるかってさ、その応援してるチームの応援はするけど、でも別にそんなさ他のチームまで見るわけじゃないしさ、毎日こう何かできること、一人でできることっていうのがなくて、なんか一人でなんか楽しめる趣味が欲しいってこの前も言ってたじゃん。そう、KBC なんたら、なんだ KBC なんたらって、そうでもね、ディズニープラスもそうしたら入らなきゃいけなくなるじゃないですか、インサイドヘッド見たいってのは。確かディズニープラスだよねあれ。昨日生ゴミしてたらめっちゃ臭いんだけど、しっかり蓋じゃなくて栓したのにな。この間バンやってたんだ、マジか。 KBC シネマって映画館です。 KBC の、そうなの？動画は見ないですねあんまり。でも前プラダを着た悪魔かなんか見た気がするな。ソウルフルワールド、スターウォーズ、ディズニープラスか。三つごろさん可愛い、ありがとうございます。
のパーカーさめっちゃサイズでかくて超可愛いんだよね。メールに送ったんだけどさ、お尻隠れる感じ可愛くない？ XL ユニクロの、よいしょ、可愛いよね。いいよねこの大きさ、でけえけどもう一個ぐらい欲しいんだよね。そうめっちゃカーキ買うか迷った。白は絶対汚すから自分で買ったそう。これはそうだ、私思い出した。それなんかさ、あのこういうこと書かれたくないっていうツイートで昨日なんて表現していいか分かんなくて一個思い出したの。あのさ、あの女の人からなんていうの、そういうこうちょっと性的な目で見られてる感じのツイートとかされるのめっちゃ嫌なんですよ。まあ、男性も別にそんな嬉しくはないけど、嬉しくはないとか別に、まあ男性は別にまあ仕方ないのよ、グラビアとか好きだろうし、別にその男性はまだ全然もういいんですけども仕方ないものだと思ってるし、女アイドルだし。だからその女の人に、女の子にそういうの書かれるのめっちゃ嫌だなって思う。そうなんか自分は言われて嬉しいのかなって思っちゃう。そうなんか同性からそういうの書かれるとちょっとしんどいなって思う。うん、なんかいやなんかエチエチだねとかそういうそれぐらいは逆に別にいい。東京くんくまありがとうございます。なんかそういうなんかネタみたいな感じならいいんだけど、その書き方がネタじゃない感じだったりとか、でもそれ言ったらなんか LGBTQ がどうとかっていう話になりそうなんだけど、なんだろう、そういう意味じゃなくてなんかうんっていう、わかる？なんかそうなんかめっちゃなんかそういうの書かれることがたまにあってちょっと嫌だなって思っちゃう。なんかうんっていう、そうでもなんかなんていうの、うん、いやいやっていうかなんていうんだろうね、そのなんか本当にそういう風に思ってるならまだいい。ただ絶対本当に私のことをそういう目で見てるわけじゃない、その女の人とか女の子とかがそういう風な書き方をしてくると嫌だなって思う。だから別に本当にリナのことをめっちゃもう本当にもう例えば恋愛対象と見てて書くとかならまだいいんだけど、まだ仕方ないそれは。そうじゃなくてなんかちょっとこうノリでそういう書き方をする感じのを同性にされるとちょっと嫌だなって思っちゃう。なんか違うなって結構それ見てちょっとああちょっとどうなんだろうって思っちゃう。だからその本当に本当に私はそういうなんか、あそうそう、悪ノリが過ぎてる感じの人、過ぎてる感じのことを同性にされるとちょっと嫌かな。やっぱ流れてきちゃうからさそういうツイートって。なんか逆にも女と ど直球になんかさ書く方がなんかまだまだマシなのかなって思う。そうなってくると、まあ、そんないっぱいはいないんで言うてほんとあれなんですけど、それちょっと嫌だなって思う。
悪ノリが過ぎると。もう別にもう男性なんて、もう男性はもうね、みんなのグラビア見たいだろうし、全然全然いいよ、もういいよって感じなんですけど、逆になんか同性だからこそそういうの書かれたら嫌だっていう気持ちが分かってくれるのかなって思っちゃうから、こっちもだからなんか余計ちょっとなんかあーってなっちゃう、どうなんだろうなって。って感じ。なんだ新書ね、ね、写真集は、いやでも無理じゃない、ほんと1冊5万とかじゃない、多分ほんと撮影代とかの方が高いですから。絶対に。一冊5万とかでもいいな、取れるかもしんないけど、私が撮影します。ダメだよ、みんなが撮ったらただのそれ撮影会になっちゃうから。レビュー、栗山さんゴール裏で頑張ってとか、いやゴール裏行きたいんだよね、ワンチャン行こうかなって思ってる賞味。ただその私みんなほど早く行かないから、会場にだから席がないっていう同性だけに嫌な気持ちになかったみたいな、まあちょっとそんな感じかな。その本当にそれがリナのことをそういうなんていうの、本当にあの心からそういう恋愛対象として見てるっていう人ならまだいいんだけど、そうじゃないのにそういうことするのはちょっと嫌だなって思う。でもね、ゴールラマジで行こうかなと思ってんだよね今度ちょっと。指定じゃなくてガチゴール裏、でもね試合行ける回数が多分あと1回ぐらいしか行けないと思うんだよな。写真集お願いして、いや私は撮りたいですけど、それはねそんな簡単には撮れないですから。私そうピッチサイドシート座りたい、ピッチサイドないの、サイド行きたいんだよ。一番近くないだって。いくらすんだっけ？え、わかんない。おーすごい、もうやっぱ駐車券売り切れてるね。あ、ピッチサイドでもあるじゃん。よし、これがいい、この未来へ。この一番なんかすごそうなところがいい。ピッチサイドめっちゃ行きたいんだよな。何このピア、ピアピッチサイドって何、このピア、ピアってピア、ピアって何、有識者カモン。
メルコさん、クマありがとうございます。チケットピア、そのピアねそのピアね、あ、そういうことね。いや、なんかもっとなんかこうピアっていうなんかあるのかと思った。え、ピアピッチサイドでもね、わ、売ってんだよねまだ。うわー、めっちゃ行きたい、ピッチサイド超行きたい、ここめっちゃ行きたい、ここ。うわー、まだ余ってるよいや、ピア、ピアってなんだろうと思って、チケットピアだったら分かるけどさ、ピアってそのまま出てきたらさ、ピアってなんだろうってな。3000から4500円です。待って、めっちゃ行きたい、これな。ボール飛んでくるよ。え、めっちゃいいじゃん。プシュ、痛いっつって。あ、待って、やばい。あ、待って、やばい。間違えた。今度いつだか、それこそ20日に行きたいのよ。20日にね、その、ピアピッチサイドに行くかゴール裏に行くかめっちゃ迷ってる。いやー、でもゴール裏も行きたいんだけど、ピッチサイド行きたいよ。自由に動けないか好きだ。え、どの程度、え、何、もう応援すらできないってこと？拍手とかはできる？20日は水戸ですね。ホームで水戸との。ゆうやくん、ドットクマありがとうございます。私結構ちゃんと応援するならもう近くで見たいみたいな、もうすごい応援みたいなところで見たくて。黙ってかんつってめっちゃ迷う、どうしよう。ジャンプはいいや。うわー、めっちゃ迷う、どうしよう。ここ行きたい、ピッチサイドで。も私あーとか言っちゃうんだよねあーとか言って、あーマジかーとか言って。待って、めっちゃ迷う、どうしよう。ただアップから試合が終わるまで移動はできない。あ、そうなんだ。あ、ハーフタイムもじゃあ移動とかダメなんだ。ってことは多分だけどご飯も食べれないってことだよね。めっちゃ迷う、どうしよう。でもゴール裏も行きたいんだよな。40分前集合、意外とあれだな。水飲みか、うわー迷う。マジ？そうやね、芝の上だもんね。そうなってくるとゴール裏だよね。どうしよう。でもゴール裏もさ、結局早く行かないとさ、多分座席的にさ、めっちゃもう一番後ろみたいになるじゃん。ちょっと前髪ぐちぐちにしちゃった。めっちゃ迷う。でもピッチサイド行きたいけど、一回ぐらいは行ってみたいんだよな。しかも多分今節最後の多分試合観戦になるから、私は多分現地で見れるのは。うわぁ、めっちゃ迷う、どうしよ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 う、めっちゃ迷う、マジで。いや、そう、後悔する気もしてる。
いやでもさ最後だからさ正直スタグルも楽しみたいわけ。まあでも言うてゴール裏ってスタグル食べてる暇ないもんなみんなさっさと応援するからさ。一人でも行く、むしろ多分一人で行くと思うよ。私一人で行ってるもん、行くときは基本。あーどうしよう、マジでどうしよう。めっちゃ迷う。だってゴール裏でさ、リナがさ、後半始まってご飯食べてさ、怒られそうだもんね。怒られそうだもんね。美味しいなとか言って、エスボタでさ、はい、応援しろっつって。お前、宣伝部だろっつって。怒られそうだもんな。もぐもぐとか言って。いつも大体、メイン系に座るから、そうメインでだからゆっくり食べながら後半最初は見るんですよ。まあ結構割とバクバクそれでも食べて応援するけど、手叩くけど。スタグル宣伝部員、いやそれな、めっちゃ迷う、どうしよう。どうしよう。アップが始まる前に食べれば問題ない。ほらほら、アップ始まったら食べちゃダメじゃん。うわー、私食べたいんだよ、スタグル結構食べたい。ってなってくると、もういつも通りの席が一番いつも通りで見れそうな気がするな。プレシーズンマッチって何？どうしよう、マジでどうしよう。うわ、アップから選手入場まで食べられるでしょ。でも後半さ、だから前半試合終わりました、じゃあ後半ニータンとリッチ近く、マジ、うでもさ、後半始まる前にさ、ご飯、しかも選手が入ってくる前に食べ終わらなきゃいけないでしょ。私無理な気がするんだよね。まず並ぶじゃん、ご飯に。買うじゃん、買って持ってきた時に多分もう選手入ってると思うんだよね、ピッチに。出てくると多分食べる時間ないんだよね。でも最後だからさ、スタグルはやっぱさ、こう紹介とかせっかくなしたいからさ、長椅子に2人ずつ座るから意外と気を使う全然知らないなんかお姉様お兄様たちと一緒に座って、あこんにちは、知ってますか私のこと、あありがとうございますとか言ってあすいません、ありがとうございます、今日はじゃあちょっとすいません隣でよろしくお願いしますとか言って、気まず知らなかったら一番気まずいんだけど、めっちゃ迷う、ちょっと考えよう、ちょっと早めに考えよう、ピッチサイドを売り切れる前に。誰も買わないでね まあでも来週じゃない、来年でワンチャンっていうのもありだよね。58分、オッケー。13位、しゅんくんありがとうございます。12位、マックさんありがとうございます。11位、トウチタロさんありがとうございます。10位、HKT、チョエトウジさん。あ、変わった。11位ぐらいからかな。11位、トウチタロさんありがとうございます。12位、ユヤくんありがとうございます。9位、メルコさんありがとうございます。8位、タカさんありがとうございます。7位、HKT、チョエトウジさんありがとうございます。6位、ナコトリさんありがとうございます。
上栄華さんありがとうございます。三つ五郎さんありがとうございます。三位東京くんありがとうございます。二位長次郎さんありがとうございます。一位タモちゃんありがとうございます。多分13、12は多分変わってないよね順位。選手と一緒に入場する方がすごいと思う。え、ピッチサイドって選手と一緒に入場するの？私も更新していいわけ？まあちょっとここは迷い時ですね。まあ明日はちょっとオフなんでゆっくり休みます。寝ないでくれ、寝かせてくれ。ちょっと疲れてんねんリハで。じゃあみんなおやすみなさーい。